備はいいよね。過信障害一点集中。あと3秒で数は手足だな。数は状態以上にすべきです。あなたに受け止められて。みんな準備いいか。無色昌磨の耐性属性に気をつけてください。すごいナイフさばきですね。他に何も隠し持ってないけどね。
なんだ今の、どういうことだ。干渉してるってことじゃないか。ヘルダルフの配下が人間の社会に汚れを生むためにか。前に見たのと関係あるんじゃない。あいつは戦争を利用して兵馬を生んでた。戦争を起こさせようとしてるのか。これは過去の記録、もうすでに起こしてるんでしょうね。みんな騙されてるんだ、ヘルダルフに。いや、自分の意思で協力してる奴も多いはずだ。そんな、ないとは言い切れませんわ、残念ですが。ひとまずの目的は果たしたな。欲を言えば、荒らされる前に調べたかったけど、洞窟が始まったのはかなり昔のようだね。それだけど、一個気づいたんだ。昔ここから持ち出された石や装飾って、ペンドラゴの建築に使われたんじゃないか。あり得るな、場所と時代から考えて。だろ、どこに使われてるか調べたら、ペンドラゴの隠れた歴史が明らかになるかも。同じようにビビア水道を利用したレディーレイクと比較したら、当時の人々の思考がわかるんじゃないか。それ面白そうだ。さすがミクリオ。それだけじゃない、さらに仮説を進めると。何が面白いのかさっぱらんけど、元気は出たようですね。妙な奴らだ。また笑われちゃったか。のんのん、今のは賞賛の微笑み。本物の遺跡バカへのね。リバ遺跡バカ同士、そんな同士いる。聞いたことはありませんが。じゃ、スレイが第1号で。問題はないか。まあね。ここお墓だよね。私罰当たるかも。大丈夫、当たる時はみんな一緒ですわ。一等はロゼに譲るから安心なさい。いやー、うん、大騒ぎする方が冒涜だよ、遺跡に対して。出た、遺跡バカ2号ミクリオ。略してバカ×2ミボね。略し方おかしいだろ。声大きい、冒涜よ。誰のせいだ。あ、ミクリオってスレ絡みじゃなくても結構怒ってるね。怒ってるんじゃなくてツッコミだよ、ミクリオンは。お前が言うか。今のは真剣に腹が立つね。情報を望むの、
足を消し空体力空中に逃げられる前に一気に叩くぞ。飛ぶ鳥を落とす勢いですね。合ってる気もするけど。天狼あとはエタリカ一点突破が止めた。塩分の線膝元に塩分の線を緩めつ塩分の線から一線最近だ大丈夫か？お願い、エドナ！マリの邪神、スカンク、ショットスカンク！随分直球で来るわね。高い攻撃力に注意力を加えて絶対を上げるエヴァン。クラブプリマン一点突破に使う腹エアプレッシャーハグはエッタハグは全部熱戦ハグはエッタハグは全部上げるエヴァン。赤土目覚めるロックラックバイユー一点突破全部熱戦やるなぁミクリオ。君が甘いんだよ。いろいろと